ウェザーニュースキャスターの小牧結衣です。4月15日水曜日の全国の天気をお伝えします。西日本から東日本は高気圧圏内になり、日差しが届くところが多くなりそうです。また日中は気温が上がり、各地で20度前後まで上がる予想です。一日の寒暖差にご注意ください。また北日本、新潟から東北日本海側、そして北海道にかけて、こちらでは日本海で発生する低気圧の影響で、すっきりしない空になりそうです。変わりやすい空模様になりますので、急な雨、また北海道では急な雪にもご注意ください。東北北部では特に雷を伴って強く降る時間帯もありそうです。沖縄ですが、こちらは日差しが届いて穏やかな空が続く見込みです。北日本ではまだまだ寒さが続くので、寒さ対策もしっかりと行いましょう。さあ、では水曜日の天気痛予報を見ていきましょう。こちら、前日に雨風をもたらした低気圧、東の海上へ抜けていくということで、気圧の変化が大きくなりそうです。各地で注意レベルとなっております。頭痛や関節痛が症状出やすいという方は、早めに対策を行っていきましょう。以上、お天気をお伝えしました。 Thank you.